ーイでした。下川みくにさん、生放送中に楽しいことをしてるみたいですね。その結果も知りたいな。頑張ってください、みくにさん。ありがとうよっしー。今日は生放送中にドミノに挑戦してるんだけど、すごくいいペースだよ。うん、なんとこの15分ちょっとで122個。素晴らしい。今ねスタジオのね隅の方からね壁に沿ってねずーっと並べてるんだけど、これはマジか、やる、頑張る、全部倒す。うん、本当だからやってる時かなり無言、すごく私暗いやってる時はね。ゆっくりあのメールとかね持ってくる時は本当気をつけてね、みんな。さっきも言ったけど忍び足で。でね、ちょっとねメッセージをいただきました。こちらステッキーユーさんからです。ドミノで何か絵を作ってくださいといただきました。ええー、ねー、あーそうだ、いっぱいあるよね。私もテレビで見たことあるんだけどさ、そうだな、ほうき一本こうバーッと並べて5、6本バーッと、そりゃうーん、でもな、ほうきじゃつまんないね。ハート、ハートだとつながるよね。ぐーっと左から書いて右の方行ってまた戻ってくるみたいな。もうちょっと高度なのやりたい感じするよね。あ、花火、花火とかあるよねドミノでね。あれ結構難しいんじゃない？やってみようかな、花火やる。で最後にあのドミノ並べて一番最後に花火をドカーンと一発打ち上げようよ。じゃあ花火にします。ステッキーユーさん、下川花火作ります。あれ見た感じ難しそうだよ、並べ方とかね。まっすぐじゃないからね、レンガみたいにちょこずつこうずれながらな感じで並べていかなきゃいけないよね。あ、難しい。まあ、ちょっとこの後もどんどん並べていくので、まあ、一体このドミノどうなるのか楽しみにしててください。じゃあここで今夜のテーマ、楽しい遊びに届いたファックス書き込み紹介しましょう。こちら、クロスケさんから楽しい遊び、歴史の教科書の人物を特殊メイク特殊メイクっていうかいたずら書きって感じだけどね。これ私もやったことある。書きたくなるよね。あと教科書でページが書いてあるね、端っこのところでさ、ペラ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 ってやって漫画書いてやったりとかみんなしなかったかな。教科書とかっていっぱいね勉強するもんですが、ちょっとああいうので遊んじゃうのよね。じゃあね、クロスケさん、なんか昔思い出させてくれたわ。ポストカード2枚あげちゃおう。まあ楽しみにしててね。じゃあ続いてこちら、垣根を越えた圭一くん、楽しい遊び、お尻に割り箸を挟んで割ること。やるんだ、これやるんだ。あれさ、結構さ、お尻筋っていうの、なんていうの、あれすごい必要なんじゃん。あれ割れるもんなのかね。バキッ、やだ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 、ちょっと無駄しないで。うん、ポストカード3枚あげちゃうここ楽しい遊びで来たのね。じゃあケンチさん3枚ポストカードあげる。うん、やだ、いいじゃんいいじゃん、こういう遊び方があるわけね。やるかどうかはまた別だけど、でも生放送中にね、これからこういっぱい、今日はドミノだけどこうチャレンジするのにちょっと生ミクにチャレンジでもやっちゃおうかなとかちょっと考えてるんで、まあ、それもありきで皆さんの楽しい遊び送ってきてください。ファックス番号は東京03-3221-1800、東京03-3221-1800番。メール書き込みは www.jfn.co.jp/sindle/です。じゃんじゃん送ってきてね。さあお知らせの後はスペシャルコーナー袋とじのお時間。今夜は神楽坂めぐみさんの登場だよ。頑張ったあなたへご褒美、シンドル。今夜のお相手は神楽坂めぐみでした。袋とじ
今夜は神楽坂めぐみさんでした。なんかイントネーションがとか言ってたけど、私もよく出ます。全然問題ないと思います。またよろしく。ということで来週も可愛いお届けするスペシャルコーナー袋とじ、お楽しみに。さあそれではここで今夜のテーマいきましょう。テーマはこちら、楽しい遊びということで届いてるんだな。これがまたファックス書き込み紹介しましょう。石川県の下川一家さんからいただきました。ありがとね。お互いに自分の顔の写メールを送り合い、その写メをどちらがいかに面白おかしく返信させて相手に返信できるかという遊び。でもこれはもうあれだよね、もうまさにっていうか今の遊びだよね。うん。でこれさ10年前はなかったんだよね。えほんとさ、そんな遊びもしちゃうもんね。だって今だって私だって携帯で昔のね中学とか高校の時の写真を出してきて、それに向けてこう写メで写真撮ったりとかして友達に送ったりとかして懐かしいねなんてやったりとか、そう、それをあの携帯の画面にもできるじゃない。うん、なんかそんなことして遊んじゃうからね。はぁ、懐かこれとかもう、まさにだよな。本当にこれね、ポストカード1枚あげるわ。1枚あげる。もう携帯なんだから、もうみんな。そう、最近携帯買おうかななんて思ってるんだな。2002年に買った携帯なんでね、もうそろそろ変えた方がいいかななんて思いつつ、ちょっと今思った。うん。じゃあ続いてね、こちらの楽しい遊び、ターマンさんから。ナビ検索して知らない街に行った気分になる。気分になるんだ、行かないんだね。はぁ、でも世界地図とか見てる時とかもなんかちょっと行った気持ちになるね。こう、私好きなの、地球儀ガーって見てるの。うん。はぁ、行かないんだ。ナビでさ調べるなら行ってみた方がいいような気がするんだけど、どうかしら。うん、ポストカード1枚。うん、行こうよ行こうよ。まあこう頭の中でね空想してね、こう大好きなねアイドルとかねいるじゃない。ちょっとこう一緒にもう夢とかでデートしたりとかさ、まあそういうのはもう、まあ、それはありだと思うけど、そこまでピポパで場所とか やるんだったら行った方がいいような気がするよね。うん、ポストカード1枚。じゃあ続いてこちら、とりあえず生さんからいただきました。ありがとう。キキビール意外と難しいっす。キキビールやったことない。キキビールね、私もあの結構ビール好きで飲むんだけど、だいたい私は朝日を飲むんだけど、発泡酒とのあの味っていうのは絶対にわかるじゃない。でも一番搾りか朝日かったら私そこまでわかんないもんね。キキビールいいね。そうそう、あのね、キキガムっていうのもちょっと やってみたいなとか思ってたの私。食べて、あ、これはキシリトールのあのこの味だとか、髪見ないで食べてその味を当てるみたいな特技にしたらなんて話をしてたんだけど、キキガムとかだって聞いたことないでしょ、みんなも。ちょっといいなと思って。うん、でもキキビールの方がいいな。好きな方だから。じゃあポストカード1枚。うん、いやー、キキビールいいな。ちょっと、うん、それメモっとく、よろしく。ということで、じゃあこの後もまだまだたくさん紹介したいと思います。テーマ以外のフリーなメッセージもたくさん待っております。あとね、ちょっとね、今花火をね作りたいんですけど苦戦してるんです。どうしてもね、こうきちんとこう絵に描くんですよね。絵に描いて考えてるんだけど、どうしてもね飴になっちゃうんで、あのキャンディーになっちゃうんだよね。どうやったら綺麗に花火が作れるのか、ちょっとさ分かる人教えてもらってもいいかしら。このままじゃね、あの蚊取り線香か、なんだっけ、タコ、ちょっとタコになりつつあります。助けてください。花火をどうしても作りたいんで、何か
情報あれば教えてください。待ってます。ファックス番号は東京03-3221-1800、東京03-3221-1800番。メール書き込みは www.jfn.co.jp/シンドル/です。ガシガシ送ってね。さあ、お知らせの後は5月のマンスリー DJ モーニング娘。のロマンなレディオ。この後は今週も白熱メンバー内のバトルが繰り広げられますよ。楽しいぞ。もっとみんなそばにおいで。シンダル。やっぱこれだね。ニョキ。シンダル。さあ、5月13日木曜日深夜4時を回りました。シンドルパーソナリティの下川美久仁です。さあ、この時間はもう一つのシンドルチェックしましょう。サークルプレイヤーチェキチェキタイムのお時間です。ミクからのね、質問はね、バーベキューでこんなもの焼いたことありますってものを教えて。私は焼きバナナ。サークルプレイヤーでの秘密ね、ちょっと書いてあるので、ぜひまだサークルプレイヤーに行ったことない方見に行っていただきたい。そしてですね、皆さんから帰ってきたら嬉しい。みんな焼きバナナ食べてみて。この間私バーベキューをしたんですね。ちょっと雨降ってたんだけど、でその時に初めて焼きバナナを食べて、美味しい美味しいってみんな言うから、なんで焼いちゃうの、果物焼くのと思ったんだけど、意外にいけるのこれ。なんか食感としてはお餅みたいな、芋っぽいんだけど、こう芋をふかした感じ。うん、な、肉じゃがのね、なんかそのじゃがの方だねぐにゃって感じ美味しいの、こうの香ばしい匂いもしててね、これみんなぜひお試しあれ。じゃあみんなからの、こちらトラックマヨネーズさんからいただきました。僕はリンゴ焼きました。これが結構いけるんだよ、試してね。焼きリンゴね。でもさ、焼きリンゴってアップルパイとかもそうだよね。うん、これはね美味しいんだよね。シナモンとかかけたら超美味しい。じゃあ続いてこちら、メゲチュさんからいただきました。マシュマロ焼きが好きです。ちょっととろけた感じが美味しい。うんうん、美味しい。そう、さっきもね、あのね、スタッフと話してて、マシュマロ美味しいよねってね話してたんだけど、ほんととろけた感じ、あれでチョコレートとか溶けたのつけて食べたりとかしたらもうやばいよね。マシュマロ焼かなかったな。あれ美味しい。あ、これ美味しい。いい、好き好き。次夏だよね、バーベキューするのね。夏まで待つのか続いてこちら、ナンバー3104さんからですね。たまたま持っていたゼリー、なくなるだけでした。そりゃそうだろう、ゼリーを焼いちゃったの。だってねえ、あれ汁からさ、あの固めて冷蔵庫の中で固まるわけでしょ。あれをじゃあまたお汁に戻すってことになるんだよねこれはさ、美味しくないね。熱いんです。そして飲めないし、ちょっと飲みにくいし。じゃあ続いてこちら、これ私のですね、これ私のね私が書いたやつですね。いや、あのね、あの私バーベキューした時にそういろんなものを焼いたんだけど、ちょっとねみんなからもこれからね、ちょっと夏に向けて絶対またバーベキューしたいから、ぜひあのやりたいなと思って。あ、まずはマシュマロだね。もう一回試してみよう。やんなかった。ちょっとゼリーはごめん、ちょっとできないかな、ゼリーはちょっと難しいなと思いました。ありがとうございます、たくさんいただきました。じゃあ楽しい遊びというテーマで、今日やってますけれども、こちらいただきました。香川県 S15R さん、ドミノが途中で倒れるように祈る喜び意地悪。もうさ、もうさ、もう心臓ドキドキなのよ。そして花火を作るのにみんなてんてこまい、ちょっと雰囲気悪い作れない、どうしても放棄になっちゃうんだよ。うん、もうちょっとね、みんなでちょっと考えて花火頑張ります。はい、もう本当応援してください。ということで、じゃあまだまだ楽しい楽しい遊び待っております。さあ、お知らせの後は5月のマンスリー DJ モーニング娘。のロマンなレディオだよ。今夜も頑張ったあなたへご褒美、シンドル。
ザってもともとはドミニクズピザだったんだって。うん、なんかね、ドミノピザの創業者トマス・モナハンはね、あのね、ミシガン大学のキャンパス内の小さなピザショップの権利をわずか500ドルで譲り受け、兄ジェームズとの共同経営を始めたということで、でお店の名前がドミニクズピザ。うん、でこの名前を新しくしたいけれども、このまま、あの、知名度ね、ドミニクズピザの知名度を失いたくないっていうことで、従業員の一人、ジェームズ・ケネディが、ドミノピザという名前を思いついた。はぁ、あ。ま、ちょっとドミノピザの歴史を紐解いたところで、もうちょっと詳しいこと知りたいなって思う人、パソコンパチパチ、ポチポチ、調べてみてみて。まあ、今日はドミノでね、つながりということで、挑戦しています。ちょっとね、花火っぽいのができた。ちっちゃいけどね。すんごい花火っぽくないんだけども。うん、花火っぽい見た目。写真でこれ押さえるともう、あ、花火じゃん。うん、わかるわかる。ちっちゃいけどね。うん。すごいちっちゃいけど、頑張った。うん、これはまたね、お披露したいなと思ってますけれども。じゃあ続いてこちらのコーナー、行ってみましょう。自分から白状愚問式のコーナー。こんな質問はあの人にしたら怒られるという愚問を募集中の愚問式のコーナー、早速紹介しましょう。こちらはですね、熊本県のモラカナさんからいただきました。ムツゴロウさんに一言、まだ舐めてない動物いますか？いるのかな。なんか全部舐めてるっぽいよね。すべての動物。だってライオンとかさ、ああいう肉食動物とかでもさ、余裕でこう触っていったりとかしちゃうでしょ。絶対舐めてるでしょ。いや、いないような気がするね。うん。いや、でもこれは、大丈夫大丈夫。うん。全然大丈夫。セーフ。セーフ。じゃあ続いてこちら、ヒロッピさんからの愚問式、ラグフェアさんに一言、本当は楽器も欲しいんじゃないですか。でもアカペラグループですからね。ねえ、だっておっくんね、ボイパやってるからね。みたいな。うんうん、そうしよう。うん。いや、いらないでしょう。でも、レコーディングとかってさ、どうやってやってんだろうとか思うよね。先にオックン撮ってとかさ、みんないっぺんで撮るとかさ、やっぱ違うでしょ。音があるわけじゃないからね、最初からね。いやー、これもセーフかな？セーフかな？うん。でも、楽器ね、楽器がない分、オックンがちゃんとボイパとしてやってますからね。いやー、必要ないよね、やっぱね。うん、でも大丈夫、この質問、あ、この愚問はまだ大丈夫、ギリギリ大丈夫。うん、ギリギリ大丈夫。でもラグフェアさんの事務所の人とかに言っちゃったらちょっとあれかもしれない。おいおいみたいなね。うん、大丈夫だと思う。せー、じゃあ続いてこちら、街角のヴィーナスさんの愚問式、黒柳徹子さんに一言、お部屋の家賃はおいくらですか。でもさ、徹子の部屋がちょっと本当にあったら結構家賃高そうな感じしません？あのお部屋でも一瞬ホテルっぽい感じもするんだよね。なんかあんまりさ、物がこう置いてないじゃない、ガツガツゴツゴツ、結構シンプルみたいな、お花が置いてあったりしてね。徹子の部屋、あれすごいね。行きたい、遊びに行ってみたい。あのね、友達でね、黒柳徹子さんが車に乗ってるのを見たことがあるっていうのをね、聞いた。でも運転してたのかな、車の中でちょうどこう乗ってたら隣で乗ってたのを見たって言ってた。うん、言ってた。黒柳徹子さんのね、普段はどういう感じなんだろう。ちょっと髪型とかね、気になるところ、それこそ聞けない愚問だよね。怖い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 、私が言っちゃった。じゃあ続いてこちら、藤堂さんからの愚問式、
春一番さんに一言。元気ですか？先に言っちゃいけないってことですよね、これね。これでも言ったらなんて答えるんだろう。タゲロ、ほい、こにゃろ、タゲロ、似てない、似てない、似てないわ。はい、ほら、こにゃろ、うん、似てない。みんな遠く行かないでね。うん、みんな行かないでね、行かないでくださいね。でも元気なのかな、春一番さん。痩せてるよね。元気かしら、ちゃんと食べてるのかな。じゃあ続いてこちら、群馬県民オーテックさんからいただきました。ありがとうね。下川三国さんに一言。肩こりってなります？大きなお世話です。言っときますけど、全然平気ですから。もう全然肩なんて凝らない。で、凝るとか知らない。うん、何にも知らない。全然平気。その言葉すら知らない。うん。そう。うん、うん、うん。そう。はい、興味なし。ということで、一番最後が一番愚問っぽいかな。うん。ちょっとセーブのものもありましたけれども、じゃあまた来週も愚問式のコーナーまでたくさん愚問送ってきてください。待っております。さあ、続いては、5月のマンスリー DJ 愚問、愚問式じゃないですか。マンスリー DJ モーニング娘。のロマンなレディオ、今夜は誰とお話しするんでしょうか。ラブラブテレフォンのコーナーだよ。お楽しみに。いいでした。そして下川三国さんに一言。大人の恋ってやつを今度教えてください。それでは皆さん、また来週。もうすぐパキラの時間だよ。グーチョキパキラシングル。大人の声、うん、うん、お金が絡んでくる。うん、よし、これでいいかな。いいよね。うん、引き際、駆け引き、うん、まあそんな感じで、あんまり深く追求しないでください。はい、お金が絡んでくる、まあ、いろんな声がありますからね、本当に。じゃあ、ということで、5月のマンスリー DJ モーニング娘。のロマンなレディオ第2回目でした。みんなもさっき言ってたんだけど、来週はモーニング娘。からまた違うメンバーが登場してくれます。楽しみにしててね。私さ、お友達になりたいんです。お手紙とかって書いてもいいよね。ちょ、書いちゃおうかな。ぜひね、カラオケに一緒に行ってザ・ピースを歌いたい。うん、カラオケに行ったら必ず歌うのね、今。もう流行っていて、私たちの中で。一緒にピースピースって、ウォウォ、ウォウォって、腰ね。腰の動きを学びたい。うん。ちょっとお手紙書いてみます。はい。ということで、じゃあ、今夜のテーマいっちゃいましょう。楽しい遊びということで、たくさんファックス買い込みに届いております。紹介しましょう。こちら、ラジオネーム、コアラのデカバナさんからいただきました。ありがとう。他人の影を踏んでどこまで行けるか試してます。すごく地道なね、進めなさそうだけど、はあ、すごい、うん、地味な遊びだけど私好きな方向。うん、やだ、影を踏んでじゃなきゃ前進めないのね。今やってるんだ。はあ、じゃあ1枚ポストカードあげる。うん、1枚あげるわ。かわいい、かわいいのかな。続いてこちら、群馬県ライムさん。楽しい遊び。うちでは猫を飼っているのですが、家族4人で猫の名前を呼んで誰のところに一番早く寄ってくるかを競う。はあ、犬だとね、やっぱりこう自分の中でのご主人様ってすごく大きいじゃない。うん、なんか絶対に誰が呼んでもその人のとこに行くと思うのね。いつも一緒にいるとか。猫って気まぐれだからね、誰に来るか分かんないね。泣くだけ泣いて来ないとかあるよね。お前来ないのかよって。はあ、これ猫は分かんないね。面白いね。ポストカード2枚。うん、動物好きな私としては、あ、おもろい。誰に来るんだろうね。はあ、じゃあ2枚差し上げます。
じゃあここでじゃあ1曲聴いていただきましょう、ベニー K でオアシスフューチャリングディギーモー。お送りしたのはベニー K でオアシスフューチャリングディギーモーでした。あれりり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 、今日はみくにちゃんドミノっていうのやってるんだ。すごいな、毎週いろんなことにチャレンジしててすごいな。パキラも今度バンジージャンプに挑戦しようかな。うん、でもあまりにも怖すぎて落ちる前に自分で空を飛んじゃうかも。うん、間違いない。じゃあみんなの悩み紹介しなきゃ。間違いない。しつこい。福島県放たれた犬さんからいただきました。パキラちゃんこんばんは。焚き火をするといつもオイラの方に煙が来るんですが、どうしたら来なくなりますか？煙嫌いです。ちなみにタバコも吸いません。煙って嫌われた人のところに来るっていうよね。それは放たれた犬さんも聞いたことあるかな。どうして煙が嫌いなんだろう。じゃあパキラのことも嫌いかな。人間だけじゃないよ。ぜひ煙とお友達になってみたら、そしたら好きになるんじゃないかな。続いて宮城県モジョハンドさんからいただきました。昨日木におしっこをかけて遊びました。面白かったです。でも今日の朝起きてみたらあそこが耳かきになっていました。どうしよう。明日夜のお仕事があるのに。これでは彼女の耳しか気持ちよくさせられません。助けて、パキラちゃんの呪文で直してください。はあ、これはすっごく大変だね。モジョハンド、わかった。じゃあパキラ製の呪文をモジョハンドにあげる。クリップルフュッくるピッソ。今の覚えたかな。パキラもあんまり使わないんだ。あんま聞かないかもしんない。最後にペソって言えば平気だと思う。じゃあ続いてこちら、街角のヴィーナスさんからいただきました。私の趣味は誰かのぬくもりが残った便座に座ることです。人を呼んでぬくぬく便座フェチです。こんなことはパキラちゃんにしか言えません。もしよろしければパキラちゃんの性癖も教えてくださいませ。パキラはね、根っここちょ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 されるとくすぐったくって。パキラは根っこが性癖かな。たくさんたくさん、もっともっと来週もいっぱい読めるように頑張ろう。今日は森山中の3人の名前覚えるのがパキラ宿題だったんだ。急がないと。グッチョキパキラペッソ。パキラちゃんね、お家にいた方がいい。きっといたら楽しいと思う。こういう感じでいつもいてくれるんだよ。え？いらない？いや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 。いやいや、ぜひみんなでパキラ育てていただきたい。まあ、パキラちゃんもね、なんか楽しんでるみたいですけども。じゃあみんなの楽しい遊び、紹介しましょう。ほんとさ、パキラちゃんやってる間に、ハプニングが起きた。ドミノが倒れた。ドミノ倒れた。全部倒れた。ショック。もうさ、ちょっと高野、
人大きいんだからさ、低い姿勢で入ってきてよ。本当にズカ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 入ってきてさ、はあ、もうショック、超ショック。もうしっかりやってよマジで。これさ、だってもう終わりだよ。もうあと15分もないよ。ちょっとこれ本当に作んなきゃいけないから、マジで。花火も一生懸命作ったんだからね。またやるの、最初から一から。ね、何しに入ってきたの、ここに。もうお手伝いって言ったでしょ。へーへーとか言って、反省の色ゼロと、もう憎い。頑張ろう。私の曲もね、一曲かかるし、その後にまた、頑張って作ろう。短けーよ、こんな2時間頑張ってやってんのにさ。1分もしない、30秒ぐらいで倒れちゃったよ、全部。もうじゃあちょっとここでミーからお知らせです。ですね、日付が変わって今日ですね、5月14日金曜日、東京吉祥寺のスターパインズカフェの方で、ライブ、あります。約14時間後。ちょっとわかりにくいけど。約14時間後ですね。ライブあります。まあ、今回もですね、FM 栃木でも、ギター1本と、私でやったんですけど、アコースティックのライブだったんですけど、今回もね、まあ、そんな感じで、皆さんに、お披露しちゃおうかなと思っております。弾き語りもするので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思っております。ちょっとね、やっぱりいろんな方が出ますので、一緒に出演するので、多分初めて私を見る方とかも多分いっぱいいると思うんで、ちょっとね、いっぱいいっぱい、もういろんな方の、いろんな方に下川みくにを知ってもらおうかなと思って、頑張ります。スターパインズカフェの方で、ライブあります。ぜひたくさんの方に来ていただけたらなと思います。さあ、それではここで一曲聴いていただいちゃいましょう。下川はドミノやります。下川みくにで君に吹く風。よし、ドミノやるぞ。木曜深夜は三国のシンドル。さあ、時間が来ました。すごく豪華なドミノ。ただいまこちら、君に吹く風を聞いてる間に修正しました。なんとか、もっとゆっくりな曲流せばよかったのかな。そうですね、これね、危ないですね、今。私立って、今喋っております。これからね、倒したいと思うんですけれども。これ全部で、何個ぐらいかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、90、100、じゃあ120、200個ぐらいだね。花火、頑張って作ったよ。もうね、頑張ったよ。大きいのと、ちっちゃいの。二つ作っちゃった。素晴らしい。怖い。もう、怖い、すごいドキドキするんだけど。え、行っちゃう？行っちゃう？みんなちゃんと見ててね。今ここにいるスタッフ。皆さんもちゃんと全部倒れるか、しっかり音もどんどん拾っていきますので、ぜひ耳を凝らして聞いててください。導火線のようにね、まっすぐに、壁に沿って今ありますけれども。そして、U ターンして、大きい花火が一つ。そして、また導火線があり、ちっちゃい花火がぴょっと。皆さん想像ついたでしょうか？行っちゃう？行く？落ち着け、下川。さあ、行きましょうか！
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ね、これ花火、花火、花火なってなくない？ちょっと一部、なんか、ダメ、これ一部なんかちゃんと花火になってない。え？これ導火線はいいのよ。え？何が悪いのこれ。なんでこれ倒れてないの？倒してみよう。これだけ、これだけ、これだけみんな聞いた今の。これだけ倒れてないの。はぁ、悔しい。悔しい。もうそんな音楽いらない、いらない、もう。9割、約9割は倒れましたね。でもこんだけね、2時間一生懸命、始まってから、やってましたけれども、一度 AD の、高野さんに全て、崩されました。30秒ほどで、今すいませんと、頭を下げておりますが、許さない、許さない。ま、悔しいね、やっぱりね。やっぱ全部倒したかったよね。うん、だってここまで頑張ったんだもん。で、頑張った成果が途中で一回高野さんにやられてるから、またすごい、もう燃えるじゃないこれ。もうほんとさ、もうみんなも多分ちょっとムズムズするんだろうけど、ごめん、私すごいムズムズしてるから。いやいや、でもまあ9割倒れたっちゅうことでもう OK でしょ。ちゃんとじゃあ写真にアップしときますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。あと、たくさんのファックス買い込み、みんなありがとう。時間がやってきました。ドミノ約9割ということで、ちょっと惜しいなって感じなんですけれども、ぜひ頑張って作ったので見てみてください。ホームページアップしておきます。この番組ではそれぞれのコーナーへの投稿を待っております。まずは自分から白状愚問式のコーナー、あなたが思う愚問お待ちしております。そしてパキラちゃんのお悩み解決のコーナー、教えてパキラちゃん、あなたの悩み送ってあげてね。その他コーナー以外のフリーのメッセージも受け付けております。はがきでは郵便番号 102-8080 シンドル、それぞれの係までです。メール書き込みは www.jfn.co.jp/シンドル/です。あとですね、ポストカードあげるって言った人、あのメールフォームに住所を書いて送ってきてください。待ってます。さあ来週はですね、男のロマン、女のロマンというテーマでお届けしたいと思います。あなたが今持っている小さな夢、大きな夢教えてください。そして5月のマンスリー DJ モーニング娘。のロマンなレディオ、来週はまたまた今夜とは違ったメンバーが登場してくれます。みくもちょっと本当にみんなにお手紙書きます。ぜひ読んでもらえたらなと思います。そして可愛いグラビアアイドルのスペシャルコーナー、袋とじもお楽しみに。ということで、もう2時間頑張って、ごめんね、さっきからもう悔しくてしょうがない。本当に本当にごめんね。みんながムズムズしてるけどごめん、本当に。よし、またやろう。ラジオっぽくないけどまたやります。ということで、じゃあ来週の前に、明日ですね、明日ライブでお会いしましょう。下川みくりでした。